どうもホームカフェの山下です。本日もよろしくお願いいたします。今回はですね、100円均一でコーヒーを入れてみようということでして、まあ100円均一いきましょう。はい、いけるんですよ。最近はですね、100円均一はすごくてですね、まずコーヒーミル、まあダイソーでもいいんですけど、今手元にあるのは私の手元のキャンドゥの方ですね。キャンドゥコーヒーミルでございます。さあピントが合わない、はい、いつものことです。はい、こちらですね。で、ダイソーと比べて、これは何でしょう、ギア比がないんですよ。ですので、まあ、1対1のパワーで引けるってこと、まあ、早めに引けるってことで、まあ、まずはこのコーヒーミルです。はい、まあ、ダイソーの方はダイソーのものを使ってください。そしてドリッパー、実はですね、この陶器のドリッパー実はダイソーで売ってるんですよ。ちょっと大きいダイソーに行ってもらうとこれは売ってまして、200円だったから結構安く売ってるんですよ。これいいですよ、おすすめです。これちなみに一つ穴です。はい、一つ穴ですね。はい、まあなぜ一つ穴なのかまた説明します。そして次、はい、コーヒーフィルター。はい、でフィルターは必須ですね。これとまあセットで、最悪これは絶対に必要な部分になってきます。まあ、ミルに関しましては挽き豆を購入した場合は必要ないです。まあ、これは任意ですね。でこの2つに関しては必須でございます。はい、でタイマー、これも100件必要です。ある方がいいですね。まあ、なければ時計とかでも大丈夫です。はい、そしてコーヒーメジャー、あるといい、まああった方がいい。で最後は、マグカップでございます。はい、これはですね、前にご視聴者さんがいただいたやつなんですけど、はい、普通に皆さんは100円均一のこういうマグカップを用意していただけたらなと思います。はい、で、お湯を注ぐポット、はい、もう分かりやすくこういう適当なポットで大丈夫です。なんかこうコーヒー用にアレンジされたこんなんでなくて大丈夫です。こういう風に伸びてるやつなくて、これで大丈夫です。はい。で、これ1リッターお湯を沸かして、おきます。はい。それではですね、入れていこうと思います。まず、まあ、お湯500ぐらいをね、沸騰させておいてください。500ぐらい、ちょっと多めにね、沸騰させておくのがポイントになります。ではその間にですね、まあ、コーヒー豆を測ったり引いたりとかそういうことをやっていこうと思います。はい、それではコーヒーを入れていく準備をしていこうと思います。まあ、メジャースプーン、だいたいね8から9グラムぐらい測れるんですよ、この子、もりもりで。はい、ですのでもりもりを、まあ、すり切れかな、2杯分この中に入れていきます。でまあ、そのスケールがある人はスケールを使ってください。はい、まあ、今回はねない前提で、とにかく最小で入れていこうと。でこれは引いていきます。はい、で続いてフィルターでございます。でフィルターに関してなんですけど、時々ねこういう大きいフィルターしかない時があるんですよ。この大きいフィルターしかない時の裏技ですね。2から4、これ実は1から2なんですよ。だこれこのまま入れちゃうと大きすぎて浮いちゃうんですね。でフィルターに関しましては下を折る、こっち側に折ったらこれを反対側、そう、こことここを逆に折るのがポイントですね。こういう感じ、はい、逆に折ってください。でこのまま置くとこう、これがこうでかすぎるんですよ。じゃあこれをどうするかっていうと、はい、切っちゃいます。真ん中で、真ん中ちょい上ぐらいかな、こう切っちゃいます。切りすぎたかも、ちょっと切りすぎたかな。そう、こんな感じで、まあギリギリにしてもらえればそれでいいと思います。こんな感じですね、ギリギリにしてください。はい、これで準備 OK です。だこれに、これに粉入れてお湯を入れるってわけでございます。はい、では豆を引いていこうと思います。はい、それではですね、はい、
頑張って弾きました。おーおーって弾いて、はい、完成でございます。はい、これ弾き目はですね、結構細かい目にしとくのがポイントでございます。まあそれを理由もお話しするんですけど、まあ真ん中から1個細かい目ぐらいでいいと思います。まあそれで1つ穴を使ってます。でこれがない場合、ステンレスじゃない陶器がない場合は別にプラスチックのやつでもいいんですけど、穴が1つの方がいいと思います。はい、で今これ沸かしたてのお湯でございます。これの蓋を外します。はい、まあ、温度を下げるっていうことなんですよ。でこれをですね、マグごと温めていきます。こうお湯を通して、でこの通したお湯を戻して温度を下げていきます。まあ沸騰させて1分とか待ってもらうのも全然いいんですけど、こうやってね移して温度下げてもらうのもありだと思います。それではですね、抽出の方に行こうと思います。はい、それでは行こうと思います。まあこういう風に切ってね、こう縁ギリギリに持っていってもらって、おお、やっちゃった、まあ、こんな感じで、はい、豆を入れて、そして、ここでタイマーでございます。タイマーですね、タイマーを使っていきます。で、まあ、お湯を入れると同時にスタートさせます。で、まあ、細く、ちょっと細い目に、で全体が染み込むような感じにしてタイマーを移動させ、動かします。これ30秒蒸らしていきましょう。で、まあ、こういうでっかい口なんで、もう適当にね、いいんですよ。適当に流してください。こうカップがまあいっぱいになるかなぐらいまで入れてもらったら。はい、30秒経ちましたので入れていきます。で、もうザーッと、ザーッと入れます。ザーッと。はい、上まで入れます。ザーッで、こうぐーっとへこんできたら、またザーッと足します。でちょっとこうちらっと覗いて、まだまだ入るなみたいな。でへこんできたらまたザーッと入れます。適当に入れていただいて大丈夫です。はい、これがね、一つ穴のメリットなんですよ。だ、はい、こうへこんできたら足す、へこんできたら足す、へこんできたら足すみたいな感じで入れていきます。ね、簡単でしょう、コーヒー。もちろんこのポットがなければ、このお鍋でも全然大丈夫ですよ。でこういっぱいになってきたので、ここで止めます。はい、これでまあ2分3分2分4秒ぐらいで、まあ、完成というふうになります。はい、すいません、そんな感じですごく簡単だったでしょう、コーヒー入れるのって。何かこう難しく考えないのがポイントなんですよ。難しく考えてしまうと、やっぱりなんかこううってなってしまうんですけど、まあ、そういう風に考えて楽に、ね、ラフに、ね、いきましょう。はい、でなぜ一つ穴にしたか、この一つ穴にしたかっていうと、抽出スピードはどんだけお湯を入れても遅いんですよ。そう、ずっとね。ですので、もう適当にお湯に入れてる、適当に入れても一定の時間をかけて抽出してくれるっていうのがポイントなんですよ。そうですので、適当に入れてちゃんとコーヒーの味になるっていうわけなんですよ。じゃあもうこう水のこのひたひたの中にコーヒーがあった状態を維持してもらえれば基本的に美味しくなりますので、ぜひ、ね、一つ穴で、もうちょっとすっきり飲みたいなっていう人は三つ穴を購入されるといいと思います。
一つ穴に比べて、まあ、分かりやすければまあ三つ穴なんで、まあ、3倍ではないですけど、まあ、3倍ぐらいのスピードで落ちるわけなんです。そうするとすっきりしたものになるってわけですね。いただきます。あー、うん、適当に入れたのに美味しい、美味しいですね、まあ、ちょっと薄かったかな、うん、そうなんですよ。こんな感じでね、コーヒーって適当で入れてもらって全然美味しいものなんですよ、はい、ですけど豆っていうのがですね、本当に大事なんですよ。もうこれも毎回毎回毎回言わせてもらってます。はい、豆が大事で、じゃあこの適当の入れ方で、まあ、大手のものとか使うとものすごくあの雑味まみれですごく苦かったりうーってなったりするんですよ。そうです。ですので豆っていうのはいいのを手に入れてもらったらいいと思います。でですね、うちではですねおまかせ定期便っていうのをやってまして、まあ、増量でお得にお届けするっていう定期便をやってます。よろしければ動画概要欄とかね、ここで出るかもしれないですけど、ぜひ概要欄から行ってもらったらいいんですけど、そう、全国からですね本当にもうこだわりにこだわった人たちが作ったコーヒー豆をもうランダムで毎月お届けいたしますのでね、もう同じものが重ならない、常に新しいものが届くっていうね、新しいシステムですね。ぜひねそれを体験していただけたらなと思います。うん、あ、美味しい美味しい。で今回はですね、まあ、うちのそのお店のホンジュラスを使ってるんですけど、まあ、すっきり爽やかですよこの子は本当に。うん、おいしい本当にね。ホンジュラスは本当にマイルド、あの逆に言えば特徴があまりない、そう、飲みやすいコーヒーっていう感じですね。なんか苦いわけでもないし酸味があるわけでもないけど、なぜかすごく甘いっていうコーヒーです。はい、うん、おいしい。そう、まあこんな感じでね、皆さんもぜひね、あのコーヒー挑戦してもらったらいいんじゃないかなと思います。今はね本当に100円均一で揃うんですよ。こっからなんかどんなんがいいかっていうのをこだわり出していってもらったらいいと思います。まあ一つずつね、まあ、このミルをもっといいのを買うとか、まあ、何かこうドリッパーをなんかもっといいのに買うとかですね、まあ、こだわりのカップにするとかしてもらうといいと思いますので、まあ、あのノリと勢いでぜひねコーヒーに挑戦してもらったらいいかなと思います。うん、あ、うまっ。あ、でもホットは熱いね、アイスが欲しいアイスが欲しいけど、はい、うん、なんか飲んでばっかだ。ぜひね皆さんも挑戦してみてください。それではぜひね高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また動画で会いましょう。さよなら。